英語じゃん。英語上月刊冷やし NSP チャンネル6月号、はい、皆さんお久しぶりになってしまいました、6月号です。今月もよろしくお付き合いのほどお願いします。 NSP ここの歌詞はなんだっけクイズというわけで、今回から始まりました、歌詞を当てるっていうやつですね、僕たちが NSP の歌を演奏しているところを流します。途中で、歌声が消えますので、そこの部分の歌詞は何だったでしょうというのを当てていただきますよ。歌詞当てクイズですね。1曲目はみんな大好き88夜から問題出しますよ。問題をどうぞ。こんな夜にあの人の電話、遠くで懐かしさが話しかける。本当はあの人に手を引かれ、わかりましたか？ぽっかり開きましたね。ピアノが代わりにメロディを弾きましたけど、あの部分の歌詞は何だったでしょうとね。NSP のファンならこれはもう簡単ですよね、すぐわかったと思いますよ。じゃあ第2問目いきますよ。2問目はこれもみんな大好き、春はもうすぐから、どうぞ。どこというわけじゃないけれど、行くのは決まってあの子の家の前、冬は寒くて部屋に閉じこもっているのです。はい、わかりましたか？ちょっと短い言葉だからね、分かると思いますけど、まあ、分かんなければね、もう一回 CD をみんな聞けばいい話なんですけどね。ファンならやっぱりね、歌詞カードとか CD に頼らないで自分で覚えてるっていうのが一番いいと思いますけどね。じゃあ第3問、最後の第3問いきますよ。今度は汗ですね。メッセージ性の強い歌詞だと思いますけれども、ちょっと長めに間開けてますよ。問題はこれです。この世で一番大事なものは一体何だろう。もちろんそれだって少しは大切。はい、いかがでしたか？答え書いてくださいよ。これももちろんいつも言いますけれども、この、ね、YouTube の下のコメント欄に答え書いちゃダメですよ。他の人がみんな見てしまいますからね。ぜひ Facebook の、冷やし NSP アカウントを探していただいて、ね、僕たちともちろん面識なくても全然構いませんので、どんどん応募してください。プレゼントの対象になってますからね、いいものがもらえますよ、多分ですけど。以上、歌詞は何でしょうクイズでした。はい、質問のコーナーなんですけれども、最近冷やし NSP に寄せられた、ご質問の中から、多かったやつを、中心に、3つほど答えてみたいと思います。まずはですね、広島の、シークマさん、井上さん、から北風さんはじめいろんな方からいただいた質問なんですけれども、最近アップされたライブで足で踏んでいるのは何ですかという質問ですね。こういうやつなんで見えますかね、これドドンと、こういうやつなんですけども、これは何かと言いますとですね、ドラムの中のバスドラムの音を出すやつですね。
ローランドの、V ドラムっていう、ドラム練習キットシリーズみたいなのがあるんですけど、エレクトリックドラムがあるんですけれども、その中の足の、あのバスペダル、キックといいますかですね、そのバスペダルの部分を外して、これを僕は持ち歩いてるんですね。どんな音がするかといいますと、ちょっと踏んでみましょうか。こんな音です。ね。リズムを合わせてみますと、こんな感じですよ。ね。これを踏みながら演奏してます。どうせね、4つは1、2、3、4みたいなのはリズムは体でとってるので、どうせ足動かしてるんなら、こういうのを踏んだらどうかということで、ね、2人だけの演奏だと寂しいですからね、これがあると低音がちょっと出てきてかっこよくなるっていう寸法なんですよね。それから、質問2ですね、ギターで演奏した春はもうすぐの感想で使っていたのは何ですかというやつですね。ちょっとギターでやってみましょうか。はい、これが、イーボーという楽器ですね。楽器っていうかエフェクターですね。こういう形をしてますよ。ちょっと変わった形なんですけれども、スイッチを入れます。そうするとこう下にこういう青いランプ、可愛らしい、色がつくんですけれども、まあ、ホタルみたいですよね。そして弦に、くっつけると、共鳴が始まります。こんな感じです。音がどこまでも伸びますね。フレーズ弾いてみると、みたいになるわけですね。イーボーという、エフェクター楽器ですね。さあ、そしてもう一つだけ質問に答えてみましょう。ヒヤシ NSP は、完コピー、完全コピーですね。完全コピーの演奏が多いですが、楽譜は何を使ってますかという質問ですね。これも多いんですよ。私、いろんな NSP の楽譜は、各出版社のいろいろ取り揃えて持ってるんですけれども、使わないですね。コレクションしてるだけで、実際自分たちが演奏するとなると、あんまり実は信用してないんですよ、そういう楽譜を。だから自分で耳で聞いて、譜面に起こしてます。で、お池くんとかですね、それから以前手伝っていただいたドラムの藤本さんとか、それからピアノとかオーボエの井上さんとかだと、自分で聞いて自分で譜面に書いてきます。僕がいちいち書かなくても、ね、で、バリのゆりちゃん、ゆりちゃんに関しては、もちろんバイオリンのフレーズも弾くんですけれども、フルートのフレーズを弾いてもらったり、いろんな NSP の聞こえてくるフレーズはいろんなの弾いてもらってます。極端にとギターソロなんかも弾いてもらってますので、指示しないといけないところがかなり多いので、それは僕が全部譜面に書いてます。弾いてほしいフレーズを、それを書いたのをゆりちゃんに渡してます。一応見ていただくとこんな感じです。ゆりちゃんに渡してる譜面はこんな感じです。ね、いろいろごちゃごちゃ書いてますけれども、これがね、そのバーリンだったり、そのピアノのフレーズだったり、ギターだったり、ね、オーボエのフレーズだったりとか、もう本当出てくるフレーズのめんどくさいところは全部ゆりちゃんが弾いてますので、こんな感じになってますね。これはもう耳で聞きながら僕は譜面にいちいち起こしてやってます。そんな感じでしょうか、良いでしょうか。なんか質問他にありましたらですね、もうどんどん、メールなり、それからですね、 Facebook のアカウントの冷やし NSP の方でもいいですので、いろいろ質問があったら言ってください。以上、質問のコーナーでした。冷やしベスト10。先週なかったんですよ、このコーナーっていうか、この、月刊冷やし NSP チャンネルが、5月号なかったんですね。私が、やんなかっただけなんですけど、なので、ランキングがですね、2ヶ月分溜まっておりましてですね、まあ1ヶ月前のはね、じゃあ軽くさらっと流しましょうかね。まず見てもらいましょう。21位から30位ですね。21位から30位こうなってます。夏の日の思い出急降下です。私の
そして今回はね、日出し公民館の、鳳凰の間と、勝手に呼んでいる、鶏の掛け軸があるところなんですけど、そこでやったライブが、軒並み、ランクインしてます。ラセここら辺いますね。それから27位5分あればっていうのがあるんですけど、これはあの福岡県の大野城市に、ひょうたん島っていうお店があるんですよ。店長は、車椅子店長の森拓也くんっていう彼が、お店やってるんですけれども、僕すごい昔からお友達でして、そのひょうたん島が、去年だったかな一昨年だったかな、大きなイベントをやったんですね。その時に作った歌なんですよ。で、音楽仲間の野口純ちゃんに、それ歌っていただいて、僕がひょうたん島として作ってたんですけど、野口純ちゃんが自分でなんかホームページとかで紹介したらしくて、野口さんのお友達が、いっぱい見てくれて、急にランクインしてきましたね。5分あればっていう、僕作った珍しい中では珍しく、メッセージソングです。っていうと時間を大事にしようっていうことですよねって言われるけど、そういうことではないんですよ。違うんですよ。もっと違う意味があるんですけど、5分あればが、27に入ってますね。それからじゃあ今度は、11位から20位、11位から20位だと、ここも、17歳の歌とか、昨日からの逃げ道、ね、この辺りが、入ってきてますね。鳳凰の間外伝から、悲しいのがゆりちゃんの C12、 3位から12位、それからブレスは5位から15位、まあ急降下ですね。それから俺のレイニーステーションも急降下ですね。もうどれもこれもね、もう仲間で一緒になって落ちてしまいましたね。堀ちえみさんの夕暮れ気分はだいたいここで安定して変わらずですよね。じゃあもう1位から10位ももうまとめて発表しちゃいましょう。1位から10位、こんな風になってますね。え、チーママすごい。秘密の恋日記、前回の、10位から9位についに一桁台に上がってきましたよ。すごいねえ。そしてここでも、ひとりたちのすすめ、ね、これが入ってきたし、それから記念樹、それから面影橋、そして面影橋のいつもね、画像を崩さなかったところがあったんだけど、今回白い椅子の影、これも鳳凰の間外伝から、これが一気に入ってきましたね。すごい勢いで、ね、だからずっと1位だった面影橋が2位に下がっちゃった。それから夜とかね、残像とかもここら辺強いっちゃ強いんですけどね。風の眺め、これ僕好きな曲なんですけど、中村さんの大好きな曲なんですけれども、この PV が7位にいきなり入ってきましたね。こういうね、鳳凰の間のやったやつとか外伝でやったやつとか、それからね、今回パッと入ってきた曲が、今後のチャートどうなるかですよね。今回だけのことなのか、いつも言いますけどね、今回でパッと消えていくのか、今後も定着して、上に残っていくのかですね。本当驚くのは秘密の恋日記ですね。すごい、オリジナル曲なのにすごく頑張ってますね。白い椅子の影、次回はどうなるんだろうな。1位取ったけど。それでは改めまして、今月の癒しベスト10、さあそして最新ランキングのまず21位から30位はこうなっております。ブレス、ついに後がないところまで下がってきました。同じく夏の日の思い出、レイニーステーション、彼女もここまで下がってきました。まずい、非常にまずくなってきましたけれども、こんな感じですね。じゃあ11位から20位、ありゃりゃりゃのところと入ったところといろいろありますが、まずおはじきは、これはね、だいたいこの辺り根強くおはじき毎回いますもんね。これはなかなか、これはこれですごいんですよ。そして秘密の恋日記、14位まで下がっちゃった。前回ね、ついにベスト10も9位まで上がってきたんですね。それが今回惜しい、ちょっと下がっちゃった。まあ、今回もね、前回同様、鳳凰の間外伝の中から、曲が、新曲がどんどん入ってきてますからね。それからプロモーションビデオも入ったので、本当に押された感じでチーママの曲が、ランキングから外れてしまいましたけどね。レディオデイズなんか入ってきましたよね。レディオデイズ、それからお、夕暮れ気分、もう一歩まで来た。ついに夕暮れ気分もね、なんかこう11位から20位の間を
行ったり来たりしてるんですけれども、11時まで来ましたね。根強いですね。これもいいですね。さあそして10位からそう4位まで行っちゃおう。10位から4位はこの曲です。はい、こうなってます。10位はこういうね、10位もいさりび強い。そして9位に入ったのが初登場、雨の一日トンボちゃんの曲ですね。これは私が、これね、あの特典映像として皆さんにプレゼントする特典映像として作ったんですけど、昨今ネタ切れになってきたので、ちょっと申し訳ない。本当はね、公開しないでプレゼントをもらった人だけのお楽しみだったのに、あげちゃった公開してしまったやつですね。それからですね、面影橋一気に下がりましたね。これあの鳳凰の、まあ、外伝の方だけどね、これはね、鳳凰の外伝は一気に入ってきて一気に消える可能性も強いんですけど、残像は相変わらず強い。この辺りで昨日からの逃げ道が上がってきましたね。夜も根強い。ここら辺はね。そして4位には前回1位だった白い椅子の影がね、惜しいな、下がっちゃった4位まで。それでもね、結構な再生回数なんですよこれ。じゃあ上位3いきましょうね。じゃあ3位からいきますよ。第3位はこの曲です。はい、雪のララバイですね。もうね、超ヒットですね。ネスピにしては、冷やしネスピにしては、必ず上位を争っているところなんですけどね、今回3位です。じゃあ1位と2位は何だっていうね、2位はこの曲です。はい、鳳凰の間外伝からいきなりランクイン。初登場で2位になっちゃったお休みの風景です ね。これ今日説明したあのシリーズや踏んでますよ。トントン足で踏むやつをやってるってやつですけどね。お休みの風景2位です。そうすると1位はなんだ、あれか、またあれか。あれでしたね。1位は再び取り返しましたね。たった1回で帰り咲き、面影橋ギターバージョン、ほんと強いですね。もう最新のネタが入ってきても、揺るがないとこにいますねこれはね。今回5月のランキングはこのようになってます。1位から30位まではこんな感じです。本当にね、強いのが夕暮れ気分とか、いさりび、残像、夜、雪のララバイ、面影橋、本当に強いですよ。おはじきも強いんですよね、ある意味これは。ね、これ次回以降また変わりそうですね。ランキングこうなってました。今月の冷やしベスト10のコーナーでした。ベースを使った NSP イントロ当てクイズ。はい、そういうわけで、いつもギターとかでねやってるイントロ当てクイズですけれども、今日はベースを使ってやってみたいと思います。これベースっていう楽器ですよ。平川さんが弾いてるあれですね。じゃあ平川さんのそのベースから始まる曲イントロ3ついきますので当ててくださいよ。まず第1問目いきますよ。第1問目この曲です。 1,2,3,4。 わかりましたかね。二十歳になるよってやつですね。おめでとう言わなくちゃいけないですね。さあ続けて第2問目いきますよ。第2問目は、今度は、スラップっていうやつですね。演奏方法が、ベースにはいろんな演奏方法があるんですけれども、昔チョッパーって言ったんですけど、今スラップっていう親指で叩いて人差し指で引っ張るやつですね。この演奏法を使ってやってます。平川さんがやってますよ。じゃあ2曲目問題いきますよ。これです。1,2,3,4。はい、わかりましたか。2問目はね、ちょっと、馴染みのない曲かな、ね、
いい曲なんですけれども、ちょっとこう、まあ、中期の曲なんですけど、あまり耳なじみがないかもしれないですね。CD ひっくり返して聴いてくださいね。よく探してくださいよ。じゃあ最後、3問目。これは有名でしょう。平賀さんの演奏の中でも一番いい演奏だと僕は思うんですけど、一番かっこいい演奏だと思うんですけど、その曲いきますよ。ワン、ツー、スリー、ポン。わかりましたか？まあ、有名ですよね。これはね、その曲、3曲です。わかった方、どんどん応募してくださいね。お待ちしておりますよ。イントロ、ベースであるイントロ当てクイズでした。はい、いかがだったでしょうか。月刊冷やし NSP チャンネル、6月号だったんですけれども、次回はですね、第2回あなたが持ってる NSP お宝大会をやってみたいと思います、ね。皆さんが大事にしてるレコード、ね、それから一緒に写った写真、それから、色紙、あれいろんなのありますよね。皆さんお持ちのお宝をぜひエピソードを添えて、ご紹介ください、投稿ください。大々的に紹介してみたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。冷やし NSP でした。